はい、どうもプラルでございます。今回もやっていきましょう。ということで、今回はですね、こちらのアカウントで、やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、レアガチャですね。あ、じゃあその前にあれかな。特になんもないかな。あ、あの世からの帰省ラッシュが来てるんですけども、まあ、それは別にいいか。じゃあもう本題からいっちゃいましょう。はい、ということで、レアガチャですね。レアガチャの方で、サマーガールズの方が本日から始まりましたということで、ついに行きました。これ確かね、何出たかもう完全に覚えてないんですよね、前回。確かね、貝が欲しくて、確か当てたのは覚えてるけど、その他何が出たのかって全然覚えてないんですよね。多分、確かね、そんな感じで、まあ今年もね、サマーガールズの方を引こうかななんて思うんですけども、まあ序盤の方はね、猫顔をね、使って11点回さなくてもあれかなって思って、まあとりあえず今回、レアチケで回そうかなと思うんですけど、3枚しかないんですよね。残念ながら3枚しかないんですけども、まあこれ3枚だけでね、ちょっとこの限界を超えて当てることができるのかなということで、ちょっとね、回していこうかなと思います。じゃあとりあえず、じゃあ回しちゃいますか、もう3回。はい。で、狙いは特にはね、もう回が出てるんで、特にないかな。とりあえず持ってないキャラクターの衝撃と、あとは確かネネコの方が多分持ってないんで、それが当たればなということで、とりあえず回していきたいと思います。じゃあもう多分すぐ終わっちゃいます。いきます。はい、1回目。いや、これ出たら本当にもう、激アツだよ。ほい。いや、まあ、確かにさ、ガールズだけれども、まあ。はい、プラスが18になりました。はい。あ、福引きチケットか。はい、なるほどね。まあいいや。じゃあ次、2回目いきまーす。久しぶりに福引き来たね。福引きか。相手のが欲しいからやるかな。はい、ホッピング。これ安定だよね、ホッピングはね。もう絶対なんか何かしらガチャを引くと絶対出てくる、ホッピングに関しては。はい。ホッピングはいくつ ?10。おー、なるほど。エステと同じだったね。はい、じゃあ次ですね。はい、もうささっと終わります。じゃあ最後です。いきまーす。はい。せめて激励欲しいよ。はい。まあ、そんなもんだよな。そんなもん。はい。猫魔女でございます。これは24になりましたね。はい。はい。ということで、これで終わりでございます。まあ、ですね、確定が来たら回そうかなと思います。ちょっとね、セーラーカッパー若干ちょっと欲しい気がします。普通に性能動向にね、ちょっと見た目がね、すごい好きなので、まあ欲しいなと。まあ、とりあえずちょっと、最後にですね、去年っていうか、サマーなんだっけ、ガールズの、キャラクター何持ってるかちょっと確認だけちょっとしてみます。はい。どこだ?サマーガールズは、確か、あ、ホワイトラビットのやつは持ってないんか。なるほどね。どこだ。あ、この辺だな。トロピカルカリファ。こちら夏ガチャの、カリファの方は持って、これ確か2回、2体でなんだよね。これがちょっと怖い。あとは、カイ。これはね、普通に欲しくて、確か発狂したら覚えてるかな。あとは、これですね。ビーチクー。ビーチクーですね。こんな感じ。じゃあ3体はいるのかな。ということで、まあ、まだね、フルコンっていうか、コンプはしてないんですけれども、まあ、とりあえず、そうだね、確定の時に猫缶が溜まるか、それとも補充するかはね、一応決めてないんですけれども、まあ、そしたらまた iTunes カードを買わなくちゃいけないんですけれども、まあ、それはちょっとおいおいかなと思います。なんかすごいスイッチ入ったらもしかしたら買いに行くかもしれないんですけども、まあ、とりあえず、こんな感じで、まあ、とりあえずね、また、目処が立ちましたら、またね、動画にしたいかなと思うので、その時はよかったらまた見ていただければなと思います。ということでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。なんかね、ガチャを引いてなんか当たった方はね、コメントで書いていただければなと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね。